57番です。ここですね、昇級とともに運動する経から見ると、昇級に乗っかって昇級と同じように円運動をしながら見ましょう。つまりこの人は加速人です。円運動していますから中心向きに加速をする加速人です。円運動の加速度ですから R オメガ事乗ですね。R は L プラス X サインシーター。で、オメガ、回転加速度はオメガですから、オメガ事乗という加速度をしている加速陣から観測して、この物体はいつも足の下にある、止まって見えるわけですね。慣性力は右向き、加速陣の加速度と反対向きに MA の慣性力。この3つ、KX、MG、MA が釣り合っていて止まって見えるわけです。分解して水平方向と鉛直方向の式を作りましょう。角度はここはシーターですから、X 方向の釣り合いの式は、KX のここシーターですからサインシーターと MA が釣り合っています。 Y 方向は KX のコサインシーターと MG が釣り合っています。これ1番、これ2番です。この A はここを放り込んでおいてください。この1番の式から X を求めると K-M オメガ事乗分の ML オメガ事乗となります。これが2番の答えになりますね。1番の答えはここに A を放り込んでおいてください。3番です。角速度がある値に近づいたところでバネの伸び X が急に増大する。この表現ですが、ここで X 出してますから、これがすごく大きくなるってことですね。ってことは分母が0になる。分母が0になると X は無限大になりますから、ここにオメガがある値になると分母が0に近づくので X が無限大になってしまう、そういう表現です。だから M オメガ2乗が K、 つまりオメガ0ですか、オメガ0はルート M 分の K になります。この値の角速度の時に X が膨大に増えてしまうということですね。その時の角度、角度はここ、これ見てみましょう。2番の式よりもコサインシータが KX 分の MG です。この X が無限大になるわけですから、この値は0になります。つまり、コサインの値、シータの値は90度になるということです。